ああ、お待たせしました。いや、待たせすぎなんだわ。しゃあないやん、かれこれもう約5ヶ月やで。もはやうちらの存在忘れかけてるやつもおるやろて。誰のせいですか？少なくともうちじゃないことは確かやな。こいつ何言ってるんだとか思ったろ、葵。いや、でも実際あんたが編集してるんだから、これ。まあ聞いてくれや、葵。忙しかった。一緒に過ごしてんのに言い訳できると思うなよ、だらしねえが。逃げ場がねえ。とはいえ、こうやってまた再会できることになったわけやし、一緒に仲良くやっていこうや、葵。うざい、ダサい、きつい、さあ、うち泣いていい。いいよ。即答すぎて涙も枯れたわ。とはいえ、急なシーズン2ってことでみんなも動揺しとると思うから、前回との変更点だけ話しておくで。大まかな変更としては、9回ごとの立ち絵の変更の廃止、だけやで。あ、それだけ？まあそうなんやけどな。ほんまは、これから交互にじゃなくゲスト会以外はずっと葵と一緒に出演ってのも考えたんやけど。ん？いやまあほら、できればこのラジオ睡眠導入祭や受験勉強中とかに聞いてほしいんよ。だとするなら、うちと葵声が同じやから声の聞き分けしにくくて、聞く方も難しいんちゃうかって思ってな。ああ、それは、確かに。ちなみにお題とかは毎シーズンの持ち越しをするから、これから返していくで。ということは、立ち絵が固定になるだけであとは変わらずってことでいい？イーグファクトリー。せやけどどうや？何が？このセットや、このセット。おしゃれな雰囲気で撮るやろ。まあ叩けばいつものお部屋が見られますがね。これでもハリボテ感なくすため頑張ったんやで、褒めてんや。ほんじゃまあ待たせたな。前振りが長くて申し訳ないな。早速コメント返していくで。それじゃあいつも通り字幕さんよろしくな。シーズン2もよろしくどうぞ。前回のお題何やったっけ？おい、しゃあないやん、5ヶ月も期間を空いとったらそれ忘れるって。5ヶ月も期間空けさせたのはどこの誰だ？少なくともうちじゃないことは確かや。2回目の説教を始めるか。おう、アイムソーリー。せっかく黒板があるので書きますね。おう、いつの間に黒板が。お前が出したんだろ。いや、最近普通に語忘れ激しくてな。てなわけで、好きな環境音ってわけやな。何その、自分おしゃれな女の子ですよみたいな痛々しいお題は。お前てめえ、あ、環境音舐めるなよ。環境音を聞くとなんかアルファ波がどうのこうので。どうのこうの何や。よく知らないんだけど、環境音でアルファ波っての出るもんなの？いや、それは知らん。じゃあなんで無駄な意地張った？いや、なんかアルファ波って響きがかっこええやん。いや別に特に。葵、人生楽しい。やめろやめろやめろ、あわるな。あの、ぼちぼち始めないと時間をしてます。了解。お初です。あかねちゃん可愛い、やったー。お題は好きな環境音ですか？真夜中の虫の鳴き声とかも良いですが、やっぱり雨音とか川の流れる音が好きですね。不思議と落ち着けるんですよね。環境音の中でもやっぱり代表的な自然音やな。私にはただうるさいだけだと思うんだが。あー、もしかして葵、寝るときに林の音とか海の音を聞きながら寝る人が理解できないタイプ？なんで騒音をわざわざ寝るときに聞けるのか理解できないタイプ。道理でさっきまでのその反応の薄さに納得がいったわ。よーし、ではこの回を通して葵に環境音の良さを教えてやるわ。私はなかなか籠絡できませんぞ。そのノリができるなら十分やと思うんやけどな。ウポツツなのです。好きな環境音は獅子おどしと風鈴ですね。夏が来た感じで好きですね。あ、それは好きかも。今回収されるの早えよ。ん？だってそれは環境音とは違くない？環境音ってせせらぎの音とか雨の音とか雑踏の音とかじゃないの？何か違うん？いや、だからそういうのって。あれ、何が違うんだ？な、それも環境音何やって。まあ別に特別とした定義があるわけやないし、それが環境音と思うなら環境音、ちゃうと思うならちゃうって思ったらええんやない？なんか無理やりだな。それに風鈴の音なんか波の音とかとぴったりやん。よし、今日はこの組み合わせで寝よう。寝るときは絶対イヤホンかヘッドフォンしてよ。ウポツです。久しぶりにアカネちゃんに会いに来ました。ゆるーく聞けて楽しかったです。好きな環境音は踏切の音かな。なんとなく夕方の雰囲気ならなおよし。これこそ理解できないんだけど。なんで？これは割と中から上級者向けやな。環境音に階級なんかあんのかよ。環境温度を舐めるべからず。なんならそら。まあでも確かにこれに関してはただの騒音と捉える人もいるかもしれん。だが、考えてほしい否定者ともよ。夕暮れ時、保育園や幼稚園までお母さんが迎えに来て、一緒に帰りながら、今日は何食べたい？ハンバーグ！って会話しながら通る踏切。お母さん！さあ、かましいわ。つまりはそういう温かい日常を想起させながらリラックスするって感じやな。ああまあ、言いたいことは確かにわかるんだけど、だとするならそれを連想させながらリラックスできる人なかなかすごくない？言うたやろ。せやから中から上級者向けなんやって。はあ、なるほどな。とは言ってもそう深く想像せんで温かい雰囲気を感じ取れればリラックスはできると思うけどな。環境音、アパートの隣の部屋から夜12時以降に聞こえてくる、パンパンっていう音と、うんうんっていう声、ですかね。あれ、住んでるの確か女性だよな。ちょっと今からそのアパート行ってくる。ほら、多分、パンって言いながらパンこねてんねん。いや無理があるっしょ。じゃあもう一つの声はどう説明するつもりですか？パンが焼けるのが楽しみすぎてオーブンの前で鼻歌を歌っててん。それが偶然にそう聞こえただけなんや。なんか、ほんとすごいよお姉ちゃん。ウポツ、お題は環境音か。キャンプとか結構行くからか。この葉とかが擦れ合うザーって感じの音とか。焚き火のパチパチって音は結構好きだな。というか炎が大好き。来ました、焚き火の音。うちが一番好きな環境音。あーなんか言ってたね。暖炉の音が一番気持ちがいいって。それだけやないで。火の揺らぎとか見てると心が落ち着かん。まあ、確かに。しかもな、あれちゃんとメカニズムがあるらしいね。へえ。で、
そのメカニズムっていや知らへん。自信持って発言するなら下調べくらいしておけ。でも憧れたりせえへん。何が、暖炉の前で揺れる椅子に座りながら編み物をしとる老後の自分の姿。なんで今老後の話をしとるんじゃ。あれなんでうち今老後の話をしとるんや。いや知らんがな。とにかく火から出る環境音とかは結構好きな人多いんちゃうかな。でもまあそれは確かに共感できるかも。お、葵もついに環境音の魅力に気づいてきたか。魅力というよりは納得する部分があるなと思うくらいかな。もともと最初から理解できないだけであって、特に非難してるわけじゃないからね。つまりまだまだ教え込み足りないと。ちょっとやめてため息だけってのはマジで傷つくから。それじゃあラスト行こうか。遠くの方でスズムシとかが鳴いてるの聞いてると穴感じがしてスコやな。まあうちど田舎だから毎晩フェス並みにうるさいけどな。これ思ったんやけど確かにそうやよな。どういうこと？いやほら、いくら環境音が好きとは言ってもそこが荒いんやと思うねん。先に人によるってことは言っておくが、多分おおよその人は好みの環境音を聞くって時、スマホであったりその他のオーディオ機器であったりするのが大半やと思うねん。それって簡単に音量調節とか音との距離を調節できたりするやろ。せやから自分のリラックスできる環境音を微調整できるのに対して、ああ生で聞いてる人はなかなかできないよね。せやからそういう人がもしかしたらリラックスできる環境音っていうのを理解できない人の一部なのかもしれないなと。中には逆に地域特有の環境音が嫌で別の地域、オーストラリアの人がロシアの冬の環境音を聞くとか、自分の地域では聞けないような環境音を聞くって人もいるかもしれんな。てなわけでどうやった？少しは環境温度を志す気になったか？なってないなってない。まあでもこれから聞く聞かないは別として、熱意とか少し良さは分かったよ。お、それじゃあ一緒に環境温度を目指しません。ちぇー、それじゃあ次回のお題を決めようか。次回は、何がええと思う？知らんがな。青い決めてーやー。次の回うちやねんやろ。うちの回のものをうちが決めるってのもちょっとおかしな話やと思わん？いや今まで結構そうやってきたじゃないの。じゃあ、そうだ、プロレベルになれるってなったら何の楽器がいいですかとかどう？楽器、なんや青いにしては珍しい単語やな。そう、いやあのね、YouTube で海外の曲とか聞いてたら偶然すんごいアーティストを見つけてさ、ツーチェロズって人たちなんだけどね、チェロって楽器だけで幅広いジャンルを弾いたりするんだけど、たった一つだけの楽器であんな化けるもんなんだって思って感動したの。ほう、まあ葵はもともと洋楽好きやからな。はい、わかった。じゃあ次回はそのお題でいこう。次回のお題、マスターできるとしたら君は何の楽器がいい？ちょっとずれたな、ちょっとね。それじゃあまた会いましょう。バイバイ。